愛しているんだと思います。もともとですね、カメラ自体、撮影自体は陸撮がスタートだったんですよね。それで同じくらいの時期にダイビングも始めていまして、でそれはもうカメラは陸で、趣味としてダイビングをしてたんですけども、まあ、ある時にやっぱりだんだんダイビングもスキルが上がってきて、行くところもこういろんなところ行き出すと、やっぱり海の中の、生物って撮りたくなるっていうのもあって、陸で使っていた本格的なカメラを水中に持っていくようになって、それで、それが撮影のきっかけという水中写真の始まりだった。私がいつも海に行くときはいつも絶対同じじゃないんですよね。毎回違う発見があるんですよ。それは同じところに行ってもなんか違う、毎回違うんですよね。で陸は水中でも植物、生物、鉱物いろいろあるんですけど、陸とはもうちょっとずつ違うんですよね。それも新鮮だし、もちろん楽しいし美しいんですけれども、特に違うなって思うのは生物の大きさなんですよね。ザトウクジラだったら12メートルとか、そうです、シロナガスだったらもっと17、18メートルとか、陸で言ったらゾウとかそういうもので、昔は恐竜とかいろいろ来て存在したんでしょうけど、その食物がそんなに取れないってことだったりとか、環境の変化とかでみんな絶滅しちゃってて、今はそんな大きな哺乳類とかいないんだけれども、水中の中では本当に巨大な生き物が多いで、とにかく新しい発見が毎回あって、それが魅力です。そうですね、これは本当にたくさんあって、例えば身近なところだと沖縄とか石垣島のサンゴの白化による大規模な海水温が上昇することによって、サンゴが今サンゴの中に褐虫藻っていうものがいて、それが光合成して色が健康なサンゴができてるんですけど、高温になると海水温が高くなるとそのサンゴからその褐虫藻がいなくなって、弱っちゃうんですよね。最終的に白くて死んでしまうってことになるんですけど、そういう現象が広範囲で起きていたりとか、あと、ちょっと遠いところでは遠いところというか、つい最近なんですけど、プラスチックとかそういうのはもう私結構整備され尽くした都会の海も潜るし、もう発展本当に船で 何時間もこううなんて何だろう未開の海も撮影しに出かけることが多いんですけれども、いずれどういう未開の地でも海に入ると、水に入ると結構細かいところに一見綺麗なんですよ。水も綺麗だし、だけどそのプラスチックのゴミとかが結構見つかったり
しますから、多分そういうのは20年ぐらい前だったら、いやもっと前だったら見つかってなかった、そういうことはなかったんだろうなって思いますね。あと日本の海でもその潮だまりのところに結構綺麗な海なんだけれども、潮だまりに結構その大きなプラスチックのゴミとか溜まっていたりするのを目にしますね。これはもう本当にあの、例えば20年ぐらい前に行ったことのある海を今行ってみるとやっぱり違うってこと多いですね。やっぱりあれもっと魚魚影が濃かったんじゃないかなとか、あのもっとサンゴがたくさんあったんじゃないかなっていうことは多いですよね。だからやっぱりその、環境の変化、環境破壊って簡単に言うことはできないんだけれども、そういう影響がやっぱりあるんだとは思いますね。そうですね、私は割と合理的な人間だと思っているんですね。なのでエコリストっていうか、そのエコを中心に考える立場ではないし、それを伝道する側の人間でも、ないんですよね。そのできるだけ便利で、できるだけ短時間で、できるだけ安くて、できるだけ軽くっていうふうになると、やはりプラスチックっていうのは本当に長いこと人間の世界に、人間界でこう普及してきたものなんですよね。それはその簡単にその使うなとか減らせっていうのはやっぱりちょっと無理があるんじゃないかなってちょっと思うんですね。私とか結構その東南アジアとかその発展途上っていうところにも撮影に行くんですけども、これは本当に屋台とか出ると食器の場合にプラスチック のビニールの中にタレとかご飯とか入れたり、飲み物もそれで使ったりとか、そういうのはもう本当に広く普及してる。で、私たちも結構いろんなところに使ってるわけで、そういうことをですね、全部、エコに置き換えて、リサイクル、リユース、例えばって言ってもちょっと難しい、ちょっと現実的じゃないっていうふうに感じて、やはりその例えば日本でプラスチックの生産量って世界第3位なんですけど、海洋に放出してる量って世界の30位なんですよね。じゃあなんで それはどこに行ってるのっていうと、全部中国とか、今は中国輸入禁止になったんだけれども、台湾とか、その周りのアジアの国とかに前は輸出していて、それは何でかっていうと、そのリユースするのに非常に高いコストがかかるから、輸出してたっていうのもあるんですよ。でだからその減らすにしても置き換えるにしても、その何を置き換えるのって言ったら、紙とかパルプとか、紙とか木とかっていうことになると思うんだけれども、じゃあそれ森林伐採とか、今度そっちの方の問題になるんじゃないのかなとか、その大きい、広く分析しなきゃならないなっていうのを感じてて、ちゃんと正確に分析して、それで一番そのもちろんすごく深刻な問題であることは、私がこう海に潜っていてすごく感じることで、マイクロプラスチックとかもすごい、もう魚のお腹から出てきたりとかするのも見たことがあるし、深刻なんだけれども、使うのを減らせとか代替品っていうふうにするためにも、分析専門家を含めた詳細な分析と、代替するもののそっちに代替したら
3年後どうなる、10年後どうなるっていうのをやっぱちゃんと計算したり考えてからやらないとまた違った意味の問題ができるなって、そういうふうに考えますね。まあ、ただやっぱり、うん、やっぱりこうあの、まあ、また変なんですけど、またジュゴンっていうのは結構好きなんですけど、あの何年か前にあのジュゴンがね、あのみなしごのジュゴンがタイだっけかな、どっかで、うん、なんかお母さんがいないジュゴンが見つかって、で人工保育しようとしたんだけど、結局死んじゃって、お腹の中からあの、まあ、食べるものがなかった、まだ離乳してなかったから、でも食べるものが、お母さんがいないから食べるものがなくて、多分いろんなものを食べてたと思うんですけど、そのお腹の中からプラスチックが出たっていうのを、まあいろんな新聞とか取り上げてたから、あのメディアが、まあ、そういうのを聞くにつれ、その何も知らない生物に、あ、私たちも罪の意識なくこうなんかこうや行為をしてるっていうことは認識しなきゃいけないなって思いますよね。うん、ちょっとお伝えできないのが残念なんですけど、あの拾うんですよ、もちろん拾うんですけど、バーッとあるんですよね、バーッと、もうあの多分ですね、あの潮だまりっていうとこう溜まるところがあるんですよね、あのそこにこう集中的にこう溜まってるんですよね、もうとても自分一人では拾いきれないぐらいのものがある時があります。あの1個2個だったら当然拾うんですけど、もう去年の2月でしたよね、ジュゴン撮影所にブスアンガってところ、フィリピンのブスアンガに行ったんですけど、あのジュゴン体重450キロぐらいあるんです、生体 でジュゴンって言ったらいつもこうバキュームみたいにこうゴッゴーってこう海藻を食べてるっていうイメージあるじゃないですか。それはその彼らはあの海藻しか食べないんですけど、あんな大きな体していて1日に10から15% のこの細いあの海藻を食べて生きてるんですよ。だからこそ1日中食べてなきゃ、生きるために食べてるんですけれども、でそのなんかね、彼らもね、すごい海藻がいっぱいあるのに立ち入らないところがあるんですよ、立ち入らない場所があるんですよ、海藻がいっぱい生えてるのに。でなんでだろうなと思ってちょっと行ってみたら、うわーっとこう、わーっとこうね、プラスチックが、プラスチックってもうなんかバーっていっぱい海藻にもうぐちゃぐちゃになっていて、多分その彼らも生活の中でこれそこで食べるとちょっと調子が悪くなるって勉強したのか、もしくはなんかわかんないけどそこには行かないんですよ、ジュゴンは。だからその切なくなりましたね、やっぱりその選んで食べてるわけじゃなくて、こっちおいしいこっちまずいとか、まあ私たちは今日はこっち、今日は中華食べたら明日は日本食とか、そういうんじゃないじゃないですか、生きるために食べるしかないんだけれども、そういう限られた場所にすらこうそういうものがあって彼らの生存を脅かしてるかと思うとなんか切なくなりましたね、本当に。まあ、さっきも言ったんですけど、私自身そのエコリストってほどエコリストでもないし、そういう普及する、あの活動を普及する立場にも ないんですけれども、ただ一つだけ考えてることがあって、今までのそのこうやその人間というかそのやってきた活動はまあさておき、今日からできる限りのその環境に対して、まあ例えばプラスチックにしたとしてもですよ、今日からそれぞれができる範囲のことをするってことが結構重要なんじゃないかなって思ってて、その一人一人がそれを心がければ、その少なくともその人から発生するゴミであったり、その汚染であったり、
それはできるだけ何パーセントでも何十パーセントでも改善することができると思うんですよね。自分はその大きなムーブメントを起こすほど のまだ知識もないし、そのあれもないんですけど、ただ自分それぞれが自分ができる範囲の最大限の努力をするっていうことは意義があることだと自分は思ってますし、だいぶ前からやってます。